ルノウチ線の駅である。駅番号はメガバイト05、相対式ホーム2面2線を有する地下駅。改札口、出口とも1カ所のみの設置である。改札口は地上1階、ホームは地下2階にある。エレベーターは、改札街と途中中の坂上方面ホームを、経由し地下3階を結ぶ1機と、地下3階と方南町方面ホームを結ぶ1機があり、両機は、 地下3階通路を介して乗り継ぎができる。トイレは改札外にある。2019年7月25日のダイヤ改正で、宝南町駅への6両編成の列車の乗り入れが開始されたことに伴い、スイッチ制作の発車メロディが導入されている。曲は1番線が落ち葉の歩道、2番線が六金メトロである。 2020年度の1日平均乗降人員は16,138人であり、東京メトロ全130駅中120位。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下表の通り。最寄り停留所は、中野新橋駅であり、京王バスにより運行される以下の路線が発着する。駅北側にある、神田側に架か,かる橋の旧名称新橋から来ている。 しかし、これをそのまま駅名にすると、港区の新橋駅と同一名称になるので、中野を関して区別している。その後この名称が広く定着したことから、周辺町会の要望もあり、橋の掛け替えに合わせ2011年6月30日付で、共名も中野新橋に変更された。ありがとうございます。